2019年沖縄県の県民投票における欺瞞、動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳長家でございます。沖縄県ではですね、普天間基地のですね、危険性を除去するためにですね、名護市辺野古沖へのですね、埋め立て作業というのが進んでいるわけです。埋め立てをしてですね、そこにですね、普天間の基地をですね、移設をすると、いうようなことをですね、やってるわけなんですけども、沖縄県はですね、この埋め立て工事を進める国に反発してですね、その裁判闘争を繰り返しているわけです。しかし沖縄県がほとんどですね、負けてますね。全部負けてるのかな。最高裁側からですね、国のですね、指示に従うように、是正指示に従うようにですね、命令も受けているという状況になっているわけです。しかしですね、沖縄県はですね、その命令を無視している。地方行政のトップがですね、最高裁の命令を無視するというですね、前代未聞の状態になっているわけなんですね。そしてですね、国による埋め立て作業というのは淡々と進んでいるという状況になっています。ところですね、このような沖縄県のですね、いわゆる最高裁判決を無視するというですね、強硬なですね、もしくは無謀な反発というのはですね、どういうところから来ているのかというとですね、辺野古への移設っていうのはですね、に反対するというのは沖縄県の民意であるというですね、強烈な自負があるわけなんですね。そのためにですね、沖縄県の民意に沿っている自分たちの行動というのは正しいと、たとえですね、司法のですね、確定判決が出たとしても、それに反していても正しいんだという考えのようなわけですね。その民意を表しているの一つがですね、2019年ですね、沖縄県の県民投票だったわけです。これはですね、今からですね、ちょうど5年前の2月の24日、2019年の2月の24日ですか、沖縄県のですね、辺野古への埋め立て作業のですね、賛否を問う県民投票が行われたわけです。その結果ですね、圧倒的多数で否決されたというわけですね。これをですね、よく、沖縄県のデニー、玉城知事をはじめとしてですね、そのメディアなんかでも使われている、そのフレーズなわけですね。辺野古への埋め立て工事に対して圧倒的な反対の民意が出たというようなですね、趣旨のこう発言を繰り返しているわけです。ところですね、このようなですね、圧倒的な民意を示されたと言いますけどですね、それは本当でしょうかと。確かにですね、7割の方がですね、反対意見を出してるんですけども、反対の投票してるんですけどね、これはですね、圧倒的な民意とはですね、とても言えないと。聞いている人たちに対してミスリードを起こしてるんではないのかというふうに思うわけです。それはどういうことなのかと言いますとですね、実際の数字を見てみましょうと。その埋め立てにですね、賛成か反対かというようなことに関して言うと、賛成、埋め立てに賛成ですね、これがですね、114,933票、そして反対票っていうのがですね、434,273票、70% を超えるですね、反対意見、埋め立て反対という意見があるわけですね。そしてどちらでもないという意見がですね、52,682票、確かにですね、これを見るとですね、7割を超える圧倒的な民意が示されたということはですね、間違ってないように思うわけですね。しかしですね、これは投票した人の中の7割なんですね。例えばですね、その2019年 の, その投票するときのですね、投票有資格者っていうのは沖縄県で何人いるのかと言いますと、115万人ほどいるんですね、115万3600人。そしてですね、実際に投票した人は何人いるかというとですね、60万人強です。60万5396人。つまりですね、投票率というのは 52.48% なんですね。50% ちょっと超えたぐらいなんです。半分ぐらいしか参加してないんですね、沖縄県の中で。有資格者の中で半分ぐらいということですね。これをですね、圧倒的な民意というのはですね、ちょっと無理があるんじゃねえのというふうに思うわけなんですよ。実際ですね、投票の有資格者、約115万人をですね、ベースにして考えますと、反対票がですね、43万票ですから、大体ですね、3分の1、37.6% ぐらいのですね、その反対意見しかないということになるわけなんですね。これに対してですね、いやいや、7割でいいんだよと、実際ですね、投票しない人っていうのは白紙委員したのと同じなんだと、だからですね、これは7割でいいんだと、いうような意見もあるかと思うんですね。確かにですね、実際の国会議員の投票であるとかですね、県知事への投票とかっていうのはですね、その投票率が低くてもですね、勝ちは勝ちになるわけなんですよ。だけどですね、今回の場合はちょっと違うんですね。それはどういうことかと言いますと、このですね、2019年の県民投票というのはですね、この法的拘束力がないものなんです。実際ですね、政府の方もこれはですね、法的拘束力のない、法的な裏付けありませんと、いうようなことを言ってるわけなんですね。ならですね、法的裏付けのないもの、法的拘束力のないものをですね、いちいちこんな県民投票にですね、参加しなきゃいけないというですね、その根拠にはならないわけです。
普通の衆議院選挙、参議院選挙であるとかですね、知事選挙とかっていうのはですね、これは法的裏付けがあります。つまりこれに参加しないっていうんだったらですね、国民の名のもとに法律ってできてますから、白紙任をしたというふうに言われても仕方がないわけです。だけど先ほど言いましたように2019年の沖縄県のですね、県民投票は法的裏付けがありませんから、別に俺参加したくねえよと、別に参加しなかったかって言ったって、その賛成したことにならないよと、白紙任したことにならないよっていうことはですね、十分ですね、まあ言える話なわけなんですね。つまりですね、2019年の沖縄県の県民投票というのはですね、115万人ぐらいのですね、投票の有資格者がいたうちの43万人ぐらいがですね、反対票を入れた。約3分の1のですね、まあ反対意見しかですね、カウントされていないと。民意を示されていないということなんですね。7割超の方がですね、圧倒的な反対意見を示したっていうのはですね、これは明らかにミスリードだろうというふうに言わざるを得ないわけなんです。それからですね、この県民投票に関して言うとですね、もうちょっとですね、別の意味で問題があるわけですね。それはですね、聞き方です。これはですね、辺野古への埋め立て工事への賛否を問うている県民投票なんですね。で、この1問しか聞いていないわけですよ。その聞き方はこういう聞き方をしています。普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋め立てについて、賛成なんですか反対なんですか、それともどちらでもないんですかっていうですね、3択で聞いてるんですよ、ね、これは埋め立てについて聞いてるんです、ね、普天間飛行場の代替施設としてっていうふうに枕言葉がついてますけども、埋め立て工事に賛成か反対かってことを聞いてるんですね。で、これはですね、おかしい。なぜならですね、これは先ほどちょっと触れましたけれども、普天間基地のですね、危険性除去というのがですね、セットになってるわけですよ。で、普天間基地の部分というのは返還されるんですよ。で、普天間基地への危険性の除去というのがセットになってるわけですから、その部分も聞かなきゃいけないわけですよ。ではですね、その投票というのは別にして、県民投票を聞くならですね、普天間の危険性除去をセットで聞かないとですね、それは不公平になるわけですよ。例えばですね、その辺野古への移設は俺反対なんだけど、普天間のが返還されるんだったら俺はそれを認めてもいいよっていう世論もですね、十分これはあると思うんですね。まあ、そういうことをですね、聞かないで、それを根拠にですね、圧倒的な民意っていうのがですね、ミスリードも甚だしいというふうにですね、私は思うわけなんです。つまり問題なのはですね、実際にはですね、県民のですね、3分の1のですね、まあ、いわゆる反対意見、反対票しかですね、集められていないにもかかわらずですね、それを圧倒的な民意と言っている、このミスリード。それからですね、その普天間の危険性を除去するということをですね、この県民投票では聞いていないというですね、県民投票としてはですね、ちょっとアンフェアなですね、不公平なですね、聞き方をしている。こういうことから考えてもですね、この県民投票を根拠にして、圧倒的な民意を示されたということはですね、まあ、明らかなミスリードであると、まあ、言わざるを得ないかなというふうに思うわけなんです。それからですね、もう一つ気になっているのはですね、先ほど触れましたように、これはですね、沖縄県のですね、3分の1の反対意見しか示されていないんですよ。しかしですね、沖縄県外からですね、見てるとですね、私は沖縄県の人間じゃないですから、外から見てるとですね、そういう意見がですね、あまり外に出てこないんですね。例えばですね、基地反対派のデモはですね、大いに取り上げられるんですけど、基地容認派のデモなんていうのはですね、見た記憶はあんまないわけです。やってるのかもしれませんけど、まああんまり出てこないわけですね。これは沖縄県の中でですね、基地容認派の意見はですね、その基本的には無視される、もしくはですね、言いにくいという状況があるんではないのかと。これはですね、ある面の言論のはずではないのかと。沖縄のメディアであるとかですね、権力者であるとか運動家というのがですね、そういうような空気雰囲気を作って、沖縄で基地はですね、容認してもいいですよという意見をなかなか言いにくいような状況を作っている。これは民主主義からしてもですね、これはもうその非常におかしな状況なんではないのかなというふうに思うわけです。沖縄県でですね、辺野古移設に対する反対意見が根強くあるということは事実でしょう。でもそれはですね、そんなに圧倒的な多数なんだろうかというふうに思うわけです。むしろ容認する意見ということがですね、言えない、そういうような状況の方がですね、よっぽど問題なんではないのかなというふうに思います。沖縄県のデニー玉城知事はですね、反対する意見の県民の意見にですね、耳を傾けるというのはですね、これはもちろんなんですけども、容認する方々のですね、あんまり声を上げられない容認の方々のですね、の県民の代表でもあるわけですから、そういう方々にもですね、ぜひ耳を傾けていただきたいなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアウトをつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。